俺の動画見るか。でも最初からあんの？ん？もう YouTube に上げてんの？最初、初 PUBG ぐらいの頃から。うん。上げてる上げてる。だってもうほら、とんでもないヒゲで、でもインストールするところからアーカイブ残ってるもん。うわ、わけぇ。キャラクターのセンスがわかるな、俺やわ。ファームおっせぇ。おじいちゃんみたいな。えぐいな。もうファームしてるだけでおもろいってすごいな。見て、うん、ファームして見て確認して、うん、そうしずっと地面見ながら走ってるもん。うん、あー服湧いてた な, な。ちょっと待って、なんか俺なんで俺今マスク拾った？あ、ガスマスク拾ったら俺そうだ、俺この時ガスのダメージ軽減されるのかなって思ってたんだ。あったあった、そんなの言われてたら、うん、これダメージ減るんじゃねえかみたいな。画質きったね。やっぱ俺のやつめっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗だね。ね、打ち合わないかな。すごい、車の大切さもこの頃から知ってるよ。知ってるね。車で移動してんだもう。多分アバになかったから楽しいんやろね。あ、車でね。うん、だってもう見て、この今マップチラって映ってたから、あ、無理だ。あ、消えちゃった。もうアンチ外に向かって走っててるもん。あ、いまいちルール理解してないもん。やっぱこの手のゲームはやってるから一応。ああ、サバイバルは好きみたいな。まあ確かにね。え、どういう挙動？右下の俺も驚いた顔してるわ。キョトンとしてたわ。なかなか打ち合わねえな。天才的な、ね、これドンカツした試合？いや違う違う、もうこれ一番最初に始めた試合を飛ばして見てる。だからこれ生まれたて50分だから多分到底勝ててないと思う。ずっとチョーク大事そうに手元に持ってるわ。つけねえで。何しちゃった？ほらもうチョークついてねえもん。ずっとチョーク大事そうにインベントリ、しかもチョッキつけてねえし。何してんだよ、残り19人だぞ。いやもう感度初期でやってるし。うわ懐かしい、これいじれねえんだよな、バーでしか最初。ああ、そうなんだよな、めんどくせえんだよなこれ。あ、やっと、あ、気づいた気づいた、チョークがついてねえ方に気づいた。ここで残り17人。ああ、ういなあ。キョウちゃんと変わんねえわ。やってることキョウちゃんとやってること変わんねえわ。もう一言笑えねえじゃねえかよ、遠い的に。ペンペンって。頼むから直帰つけてくれよ。うわ、このプロ小屋の色懐かしい。こう考えると今めっちゃ綺麗やね。綺麗だね。あれじゃない、これグラフィックも釈迦落としてたんじゃない。落としてたんかな。あれ
に行ったはずなんだけどな。もう相手が持ってんのも才賀やもん。すごいよこれ。残り14人で才賀とダブルバレルのバトル。俺の顔見て。この頃からもうやってる。ビクってなってるもん。あ、やばいな。ちょっと後半見よう。俺がこれで3時間40分やってどれだけ成長したか。バックも AK 持ってる。もう AK 持ってる。でも単発なんだよな。単発めっちゃ気になるわ。あ、これ単発お化けの時期か。うわすっきったね。何これ。マインクラフトやん。あれワイプの位置変わったんだけど。ほんとだ。もう死んだが顔してるやん。もう髪型もちょっと、うん、髪型まで変わってちょっとキャラクターに寄せてきてる。うん。不死。やっぱこの頃からちょっとこういう画面。あ、しかもこれ AK じゃね使ってんの。おう。ああ。え？あやばい。なんかネタバレ食らった。あっ。顔受けるわ。お、3キルしてる3キルしてる。ちょっとこの試合見よう。本当だ。やってんな俺。あ、でももう2キルしてる。あ、でもこの後1キルすんの。この時の AK って初期4スコの時この形だったの。この形だったと思う。うん。モバイルみたいやな。あ、確かに。めちゃくちゃ見やすいじゃん。うん。つうかなんか全然ブレてなくない？おう。この AK4 倍の時代いいな。いいね。うん、絶対見やすいし。まあ8倍もちょっと前まで丸ついてたしな、真ん中に謎の。確かに確かに。一番最後の最後でスリザリをやり始めてんだけど俺。いや見てこのつまんなそうな顔。面白いよ。いやもうめちゃくちゃやな。いや結構おもろいな。とんでもねえ顔してスリザリやってるわ。こんな肘ついて。この顔あんま。この顔でスリザリはあんま変わんない。あんま変わんない。あ、ほんとに。大ずれ。やば、クソつまんなそうじゃん。いやでも結構真剣な眼差しになった今。俺飛ばして。今じゃ考えられんな。やべえなこれ。しかもこの見た目ってちょっと課金してない？してるかもしれん。おお、せってるせってるせってる。いや課金じゃねえなこれ。なんか専用のなんかブラウザかなんかのアドオンだな多分。いまだにムカつくはスリザリオで、近くに寄ってきたら急にブーストして光ってグーって顔の前に来ようとするやつ、イラッとするわ。なんでスリザリオなんだ。タイトル詐欺やん。もう初めての PUBG、 初めての PUBG で一番最後に